MLB ドジャース78パドレス4月12日日本時間13日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場。1回の第1打席に3試合ぶりとなる今季4号を左中間スタンドに叩き込み、松井秀喜氏に並ぶ日本人最多のメジャー通算175号本塁打を記録した。一塁を回る大谷は誇らしげに人差し指を突き上げ、ダイヤモンドを一周。その後、本塁で大谷を出迎えたフリーマンの振る舞いにも注目が集まった。大谷の第1打席は、初回に先発の山本由伸がパドレス4番のマチャドにツーランを許し、0対2と2点ビハインドで迎えた1回裏、一時走者なしの場面で回ってきた。山本を援護したい大谷は、カウント1ボールからの2球目を捉える。アウトコース高めの球を振り抜くと打球は左中間に一直線。KK とフェンスを越えていった。MLB 公式データサイトのベースボールサバントによると、打球速度 107.3 マイル、172.7 キロ、飛距離403フィート、約 122.8 メートルの特大弾。ダイヤモンドを一周してホームに戻った大谷を出迎えたのは、 MLB トリオの一人であるフリーマンだ。フリーマンはバットを自らの体に立てかけ直立。大きく喜ぶわけでもなく、ただ拍手をして大谷の記念すべき一発に敬意を表すと、ホームを踏んだ大谷と右手でタッチを交わした。派手なセレブレーションもファンの気持ちを盛り上げるが、チームの主軸として結果を残し続ける大変さを理解しているフリーマンのこうした姿からは、大谷に対する敬意を感じることもできる。そんな大谷とフリーマンの一コマに対して、ファンからは感動的な板、認められてるんだなこっちまで、嬉しくなるといった反響が多く寄せられた。その後、大谷は第3打席に日米通算1000本安打を記録。 W 快挙で躍動するも、チームは延長11回の末にパドレスに悔しい敗戦を喫した。